はい、お願いします。そしたらこの裏の動きが非常に小和をしていただきたいと思います。で、私はって言いますので、あと小和をお願いいたします。はい、私は一切の自我の判断を捨て、真我の視点から全てを捉えます。私の存在の全てを愛と光でいたします。私は存在するもの全てに対して愛を持って接します。私は純粋な愛そのものです。私は無限の光そのものです。私は宇宙そのものです。私は絶対なる謙虚さを持って人に接します。私は至高なる魂の意志に従って行動します。私は自分の内なる純粋な愛と光と調和を体現し表すために生きています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何かご質問はございますでしょうか。特にありません。この構造は同じの構造なんですけども、まあ、魂と肉体ではこれにつながっているわけですね。で、これが私たちの本体であって、まあ、本心という言い方もあるんですけども、まあ、これは神なる存在ですね。そして、まあ、神を広く霊という言い方で表すこともあります。で、霊をとどめて、とどめる霊をとどめる、まあ生きた社お宮として生き宮という言い方が使えるわけですね。とどめてるからこれを、人と呼ばせるわけですね。まあ、これは肉体で、まあ、こうつながってるわけです。で、我々はこのいつも肉体自我を自分だと思い込んでるわけですから、肉体自我意識、この肉体自我意識というものを自分だと思い込んでますね。で、これはまあ、簡単に自我、エゴって言ったらいいわけです。ところが魂の意識と自分の意識っていうのはこう違うものなんですね。で、魂の意識と肉体の意識が別々のものになってしまっているので、こう、まあ、矛盾が起こるわけです。あるいは軋轢っていう、こうで、前にも説明したように、まあ、魂は光ですので、この光を肉体の次元にどれだけの割合で受け取っているのかっていうところなんですが、ここにこう妄想念の黒雲、いわゆるネガティブな想念、まあ、古いものではカルマと言われたりするようなもの、これはここにあるわけですね。で、光を遮る。で、遮られる度合いによっては、まあ、例えで言えば、今日みたいにこう晴れてる日は太陽がそのまま姿を現しているわけですけれども、まあ、雲が覆ってる。で、雲が覆ってると、だんだん薄曇りになっていく。薄曇りも度合いがいろいろありますね。で、雲が薄いと、まあ、太陽の姿は見えないんだけれども、ほとんどこう明るいね、快適なこう日和を感じますよね。日和になりますよね。ところが雲がどんどん厚くなると、もう朝からどんよりと薄暗いような日もあります。ところがもう太陽が沈んだかのように真っ暗になるということはありえませんよね。日中はね、どんなに暗くても夜道のように外を歩くのに街灯がなかったら、全く外の暗闇に包まれているなんてことはありえません。太陽がある限りは、例えば雲が厚くて太陽の光100度するならば、これが 10% でも 15% でも光は必ず届いてますよね。で、我々の魂というのは光輝き続けているものですから、これが沈むということはありませんので、太陽まあ、この雲の厚さによって遮られる度合いによって、この光の届いている割合が違うわけですね。だから雲が厚くなってしまうと、もう肉体業相念の反映で、肉体自我が、いわゆるこの肉体自我っていうのは、まあ、この動物性の獣性ですよね。動物の本能に動かされている。この基本は、この
本能の基本は自己保存ですね。自己保存の本能です。これあらゆる動物に存在しています。人間も動物性を持った肉体ですので自己保存に突き動かされているわけですけれども、これから人間は動物と違ってここからこう利己的意識っていうのを、自分さえ良ければいいというね、利己的意識を持ちますよね。利己的意識を持つのはこれは人間だけなんですよ。動物も自分さえ良ければいいような行動しますけど、これは自己保存の本能に従ったものであって、動物は自己意識というものを持ちません。人間だけが自分という意識を持ちますよね。この肉体とかこの意識を自分だというふうに認識する意識、自己意識というのです。自己意識を持つということは、動物はその本能のままですので自分が自分だという認識とか、いうことは持ちません。それでも持ったとしたら知能が発達してきますので、人間と違った文明とか文化を作り出しているはずですけれど、そういうのないわけですね。で人間だけが自己意識を、で利己的意識はこの自己保存から出てくるので、これはもう動物性の本能の延長にあるものなわけですね。これはね、それで、この雲が熱くなるともうこういうものが主体になって、生きることになりますので、例えば、まあ、最近よくあるように、自分の身勝手で人の命を殺めてしまうね、そういう犯罪が多発してますよね。で、気に食わないからって人を殺してみたりとかですね、振られたからって言って京都から東京まで乗り込んでなんか女優さんやってたら女子高生殺したりするのがあったりね、ああいうことをやるわけですよ。もう突き動かされてる感情的、情動的な行動ですよね。でこの雲が薄くなってくると非常に善良な、まあ、普通の人ですよね。善良な人、あるいは世の中に貢献しようとか、人のために生きていこうとかっていう志さえこの雲がどんどん薄くなると言われてきますよね。それは肉体自我から出てくるものではありません。ここからこの魂の特性として出てくるものですね。でこれが薄くなればなるほど魂からの光の成分が肉体意識に多く差し込んでくるわけですから、やはり魂を主体とした生き方、そういうものができるようになってくるわけですね。まあ、ここでいうとこの魂を主体とした生き方、霊主、体重という生き方ですね。で、この黒雲ですね、ここをどう浄化していくか、ここが問題なわけですけれども、これを主体にして生きている生き方がほとんどの人の生き方なわけです。世界中の70億の人間の、そうするとここから出てくるのは感情と感覚、これの、まあ、満足のための人生ということですね。感情や感覚をいかに満足させて、楽しませるかということを追求する。で、ここにこの欲望そして願望というものが人間の場合は意識されるわけですね。ただお腹が空いたとかそういうだけではなくて、こういう欲望願望を持ちます。でこれを追求する、これを追求した時のに、充足感、この充足感はこの感情や感覚のレベルでこれが満足されるわけですよ。だから食べることとかね、美味しいものを食べる、あるいは物を所有する。で所有欲っていうのは人間持つんですけれども、もともとこう全くものです、全くものです、過不足ありません。ところがこういうふうに欠けてるかのように思い込んでしまうんですね。欠けてる、つまりここに不足を感じてしまうということです。で、もともと欠けてはいない。なぜならばもともと例えばここに戻っているものがそうです。これをここへ充足しないといけないかのように思ってしまいますけれども、全くものに対してこのものをですね、名誉、地位、もの、こういうものをここの全くものに付着させて所有するって、こうやって余計にこの引っ付けるわけですよね。こうやって、でもこれ肉体の死と同時に名誉、地位、金、どんな豪邸でも全て置いていかないといけないわけですけれども、もともと不足してるのじゃない、
欲望願望によって不足しているからね、思い込んでるわけです。だから多くの人が持っているとかね、自分だけ持っていないとかね、そういうのが子供の時からありますよ。誰々も持っている、誰々ちゃんも持っているのに僕だけ持ってないから買ってよなんてなるわけですよね。で、持ってない存在を知らなければ欲望は起こらないじゃないですかね。何もそんな存在を知らなかったら欲望は起きません。ところがこういうものを作って売ろうとする。で、そういうものが存在すると、それを欲望願望によってこれを欲しがっているわけですよ。増殖していくわけ、願望や欲望で、願望や欲望を充足するのが人生になってるんですよ。これだけが動物的じゃないですか。しかも、人生を見てみればほとんどね、消費者としての人生で終わってるわけです。お金を稼ぐ、ね、消費する、大量消費の時代。どうでしょう。で、お金たくさんあれば たくさんの消費ができるわけですよ。欲しいものを買える、ね、高価なものを買える。高価なものと、まあ、例えばヴィトンのバッグと、これがまあ10万円したとして、ね、それから100均に売ってるこうもっと大きな袋があるんですね。あのクリーニングなんかに行くとね、こういう105円というこんなの売ってくれるんですよ。で、洗濯を入れて持ってきてください。で、パプアニューギニアの原料に見せたらどっちが欲しいかって、絶対こっち欲しがりますよね。なぜならこっちのたくさんタロイモが入れられるんだ。獲物を入れられるのはこっちで、こんな小さいやつ、これ何の役に立つんだっていうことだと思いますよ。だから実用的価値じゃないでしょ、消費者っていうのは、ね、概念や付加価値や観念を消費しているんであって、それを持ってるから、ヴィトンのマークとかあのロゴが全然ついてなかったら買いません、おそらくね。そうでしょ。普通のもうなんかこうテロンとしたね、何のマークもついてなかったら、 こんなマークもあるじゃないですか。こんなんやったっけ、これ何でした、グッチ、シャネルね。こんなんもね、こんな、なんか韓国から買ってきた人、こんなのがついてたんですよ。ここで、よく見たら、ここに切れ目が入ってるんですよ。買って日本に帰ったら、これを取ってくださいっていうんだよね。そんな売ってるんですよね。で、このまま売ってら、やっぱり問題でしょ、今摘発されて。これで売るんですって。買ってきてた時で見ましたよ。で、ここをね、パキンパキンと外したら、こうなるんですよ。ここで持ってましたけどね。これがついてるかどうかの値打ちだけでしょ、結局は。この不調がね、ここを買いたいわけですから。これがなかったらもう絶対買いませんよね。そんなようなことで我々観念と消費はやってるわけですよ。だから消費者としての一生が終わって、飽くなき願望欲望の追求で一生が終わるんじゃないですか。しかもそれは感覚感情の満足ですよね。それは大事なんて記憶あると思うわ。子供の時にね、もうこれあれ買って、あれ買って、あのおもちゃ、あの自動車のあのおもちゃ買ってほしいんやって、そんなもんおもちゃもういっぱい持ってるやんかと、ね、でもあれはもう違うんや、もうあれ買ってくれたら言うこと聞くからとかさ、いいことにするからとか、片付けるからとか、勉強するからとか、いろんなこと言うと思うんだよね、買ってきて。本当にきっとそうだな、ちゃんと買ってやったらもう本当にあの言うこと聞くなとか言って、もう絶対聞くから、でもう欲しがらないから、もう欲しがあれさえあればもう欲しがらないからって言ってね。で買ってもらうでしょ。で枕元置いて寝たりしてね、もう3日もしたらもうそこら辺にほったらかしてね、お前いつも抱えて寝てて、あのおもちゃあれあそこ転がってくるのどうしたんだよ、いやもう飽きたとかいう感じでしょ。それで言うことも聞かないし、また次のもの欲しがるよね、今度ね、もうお前もう二度と他のものいらないって言ったじゃないかって言ってもダメでしょ。もうこれはいくらでも増殖します。ここで終わりってことありません。だから女性の抱く願望には、もうあの松潤と結婚できたら私はもう一生何もいらないとかね、思う人いるけど、そんなことは絶対ないよね、そういうことですよ。これは幻想を作り出します、ね、で不足してるんじゃなくて、ここにいっぱい所有したものをここへ、まあ、周りに置いてるようなもんですよね。これこんな状態で、こういう一生ですよ、人生は。ほとんどの人見てた、一般のほとんどの人見てたら、感覚と感情の満足、そして欲望願望をいかにその充足させるかということが人生のテーマで、ね、大量消費者として一生終わる。
金持ちになるってことは大量の消費する人になるっていうことだしね、うん、こんな人生でこの中でも何を求めてるのか。我々はこの黒雲が厚く覆ってても 10% でも魂の光は必ず届いているわけですから、ここにその良心というものと、まあ自分の悪心というかな、こんなことしてしたらいけないじゃないか、見てないからやっていいよっていう卒業化するような声とね、両方がないまぜになってしまっているというのは、ここの肉体自我のこの透過してくると、ここの業相念の部分ね、自分さえ良ければの部分、こういう部分の自分と魂の成分としての自分がここで葛藤するということになりますけれども、あまりにも熱すぎると、ここが良心のかけらもないような極悪非道な人にさえなりかねないですよ。これはもうこれを追求するだけで、これで人生が何が悪いんだ、これを正当化してね、人を傷つけても全く良心が痛まないという人さえいるわけですけど、そういう人であっても、朝原将校であっても、極悪非道人であっても、ここは光り輝いている、ここは間違いないことなんです。だから仏教では人に会えば必ずこう合掌して挨拶をしますけど、お互いそれは相手の仏性というもの、ここ仏教では仏性と言いますね、仏になるその、種というもの、そういうものはもともと全ての人に存在しているんだということで、これをに対して手を合わせているんですね。だから人を罪を憎んで人を憎まずっていうのはそういうことですよね。それでその成分が入ってきてるわけですから、こういう動きもその中にやっぱり一言で表すならば、幸福になりたいというと、そういう気持ちが、根底にあるわけですね。これを満足させれば幸福になるだろうか、なるんだと思っている、ね、ところが充足させてみると、おもちゃを買ってもらってみると、しばらくするとこの幸福感は4日ぐらいで色あせてしまう。そしたら次の次合わせていく、つないでいかなければ虚しい人生と感じていく。次の幸福はまた次の願望、あるいは感覚感情を満足させることを考えないといけない、ね、だから今の時に友達に声かけたりしたでしょ、暇の時なんか面白いことないかって、ね、だから暇で何にもない状態を充実を感じないんだよ。こういうなんか不足してるかのようじゃん。で感覚感情が連続して楽しまれないと、楽しい、またこんなんでは満足しないわけで、できたらずっとこうね、コンスタントにこの幸福感をずっと感じていたいっていうのがやっぱ本能的にあるはずなんですね。だからこういうふうに何にもなかったらつまらないな、なんか面白いことないの、心を喜ばせること、感覚を満足させることを探すよね。だからね、まあ大ちゃんもそうじゃなかったか知らんけど、大体周りはそうですよ。うん、面白いことなんかないかいってね。で悪いことだってするわけですよ。感覚感情がなんか喜ぶことをね。うん、でそうやってやってるけど、これは虚しいでしょ。なぜなら一過性のもの、一時的なものに過ぎないわけですから、こういうものを追求してたって結局はこの本当の目指してる永続的な幸福は得られないということがだんだん何十年も生きてきていると分かります、ね、そうでしょう。それでこれは前から言うように魂の特性なんですよ。ここは至福に満ちてるわけですから、やっぱりここにこれを発見しなければ、ここにいる限りはこの幸福感、ね、つまり、究極絶対そして永遠の幸福というものを最初で我々は衝動的に深い意識では求めているわけです。これはこの肉体自我意識のこの物質的な世界での感覚感情の満足を追求するだけでは絶対に到達しないでしょう、これはね。だからここで間違うわけですよ。これを求めてるんだな、いやこれを求めてるんだなって、ここをこの世界で動めきながら、いろんな観覧心腹を感じながら、一時の幸福そして虚しさ、その交互にそれを味わいながら、何なんだろうって人生は、これで一生終わるのか、こんなものの追求でこれで一生がそれで意味があるんだろうかということを何か思わないといけないと思うんですね。
自分が求めているのはもっと絶対究極永遠に失うことのない幸福感なんだけどなと。そうするとやっぱり道を求め始めるんじゃないかと思うんですね。なぜそれを感じられない、なぜ得られないんだろう、どうしたら得られるんだろうかというふうに探求するのがやっぱり人生の意味じゃないかと思いますよね。これで終わったらほとんど動物からちょっとね、3本ほど毛が多く生えたくらいのことでね、猿よりちょっと進化したぐらいのことで終わってるじゃないですか。だからまた生まれ変わってきて、はい続きですよ、違いますよ、もっと目覚めてくださいよ、はいまた違いますって、だん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 これ増やしていったらまたこれ熱くなるしね。でもうどうでもいいんだ、もう世の中の全部みんな死んじまったらいいんだね、ろくでもないやつばっかりだ、なんで俺を産んだんだって自暴自棄になったりして、まあ、犯罪を犯す人も出てくるけど、これが熱すぎてちょっとね大変なんですけれども、だけどそれだけなんか本質の道を求めてるんだろうと思うんですね。その嘆きとか中ね、その気持ちの中の奥の奥のところでね、それを見つめていけばその道が見えると思うんですけれども、だからその我々はこれを求めてるわけで、どうしたらいいの、これを決済すればいい、それはすでに存在してるからです。だから前から紹介するように、般若心経の中に不生不滅という言葉が表されていて、真理といいますか、求めているものはね、もともと生まれたもんではない、生まれたもんということはなくなるということが起こります。だけど生まれてないから滅することもありません。最初からあり続けているもの、ここの世界ですね。これは生じ滅死ということを繰り返しています。生まれ死に、生まれ死にですね。ここは永続して存在している、ここを目指さないといけないわけです。ここに死になる我々の目的があるわけですよ。でそれを伝えていくことですよ。それを気づいた人、ここをみんなこうなんですよ、みんな調和してもう究極絶対永遠の幸福ってここに本当は存在してるんだよということを分かった人は伝えないといけないということだと思いますね。これがまあ本来の、悟った人たちの、まあ導き、まあ、布教って言ったらあれなんですけど、宗教じゃなくてそういう道を、ね、伝えるという役割だったと思うんですけどね。それが信仰になったってしょうがないんです。信仰になってもね。それで、まあこれは前から説明するように次元がどんどん高くなるわけですけれども、お釈迦様がね、弟子にね、その死後の世界ってどうなってますかって聞かれた。死んだ世界、上の世界ってのはどうなってるんでしょうかとお釈迦様に聞いたら、お釈迦様は一切何も答えなかったということがありますね。そういうこと聞いたことあると思うんですよ。でそれを後世の仏教学者とか僧侶が、お釈迦様は死後の世界を否定されたんだというふうに解釈しましたね。まあ、大きな間違いですよね。お釈迦様は死後の世界、これを不生不滅のを体現されて、この全てのこのさらに上の次元、まあ秘境科学においてはですね、お釈迦様はまあ人類っていうのは次元が低い、まだね争いをやってたり、もう38カ国が今内戦とかやって、民族同士の構想とか大変なことですよね。殺し合いしてますよ。38カ国もアフリカの北のこの一帯とかね、ロシアのこの境目とかね、中東のあたり、そんなこと バカなことやってるんですよ。でそれで次元が低い、レベルが低いでしょうからね、目覚め方のね。で、ここの肉体自我っていうのはもともとね、私たちは分離感はなかったんだけれども、例えばお腹にいるとき分離感ありません。母親とも一体だし、宇宙とも一体ですよね。親と生まれて変わってくる、こういうものが生まれてくるわけですから、これが反映してくるとだんだん自我というものが発生してくる。自我というものは、こういうものですけれども、ここでね、まあ、分離していくわけですよね。人と自分は違う、で人よりも優位だと、優越しよう、差別化をしようということになってくる。そういう欲を持ってきます。で悩み苦しみ、そして、世の中見ててもそうでしょ、テレビ見ようが新聞見ようが何しようが、人の不幸は蜜の味になってたりして、女性週刊誌なんてね、たまにその、愛知県ではコメダっていうコーヒー屋がいっぱいあるよね。最近関西にも進出しててちょっとね、行くことがあるんですよね。だから女性週刊誌しか置いてない店があってね、しょうがないから女性自身とか来たことさ、
もうゴシップですよね、芸能人の。何なのこれ。それと洋服、化粧品、ダイエット、それだけのことですよ。それが満載で出来上がってる雑誌だね。うん、それで結局その人と違う、それから人の不幸は自分が優位に立ったかのような幻想を抱きますよね。で、肉体自我っていうのはどんどんその人と対立分離を感じることによって肉体自我は自分が際立ってくるんですよね。垣根を設けたり違うという差別化をする、そのことによって自我は際立ってくるわけですから、自我の生きる良さっていうのは自分は人とは違うんだっていうところになるわけですよ。一体感じゃないんですよね。だから悩みも苦しみも争いも対立も好きなんですよ。それがエネルギーになって自我っていうのはその際立って自分を際立たせることになるから。で、お釈迦様は否定したんじゃなくてね、話は戻ります。人類がそうやってレベル低いんだけれども、あるその地球を統治されている、まあ、地球霊を、まあ、きちんとで言うなら大国と子たちのみだと、ね、秘境科学においてはサナとクマル、でその下に、まあ、いろんな聖者聖人の方々、それはヒマラ聖人の生活環境に出てきます、聖人の方々を含めて、もう人類はもういいかなと思ってた時にお釈迦様が出てきた。ブッダの地になられた。ブッダの地っていうのはね、地球レベル次の地なんですよ。で、人類初のもう大変な悟りを開かれた方だったので、うわ、人類はなかなか従うものではない、これちょっと見守っていきましょうかみたいなことになったような一冊も、ちょっと聞いてるわけですけれども、まあそれほどね、大変なね、レベルの悟りを開かれた方なんですね。で、そのお釈迦さんが死後の世界を知らないわけがないでしょう、ね、死後の世界は、それから あらゆる惑星、ね、今チャネラーとかいろいろいるけれども、いろんな惑星や星々やいろんな星に、存在する生命体、あるいは高次元の神々、そういう方との交流はあったわけですから、十分にもうそれ知り尽くしておられたけど、なぜそれを口つぐんで一切言わなかったか。それが平田先生も同じですよね。ご存知なんだけど、言ってもね、意味がない。その人の悟りに関係ないでしょ。知らないことを、自分が見聞できないことだったら、そうなってるんだって、また妄想を大きく膨らまして、ああなってるんだ、こうなってるんだ、じゃあこういう時はどうなんだ、死んで自分のお父さんどこに行ってんだろう、もうそんなね、いらんことまで考えてね、おろそかになるでしょ。修行に関係ない、冷静を高めることにも何にも関係ない、その知識は。なぜなら自分は実地に見聞できないことだから。実地に見聞できるような悟りを開いたら分かりますよということですよ。聞いても喋ってもそれは言葉で尽くせるものではないし、ただ単に想像の世界を広げるだけでしょ。だから何も言わない、言わないというのは賢明なんですよ。否定したんじゃないからね。あるともないとも言わないって、これは素晴らしいですよね、やっぱり。で、大事なことは今の自分の心でしょうと。あんたが悩んでるでしょうと。いろんなものに苦しんでるでしょう。その執着、そして、そのこだわり、とらわれによってあんたがこのように縛り付けられて悩んでガチガチになって苦しんでる。それを脱却しないでどうするんですかっていうことで、お釈迦さん存命の時代には仏像を祀ってお経を唱えてなんてことは一切教えてられないですよ。仏教というのは後世になって100年も経ってから経典を作ってるわけですから、お釈迦さんが教えられたのは信仰ではないです。で、それを、まあ、阿南尊者という方がいますよね、10代弟子の一人にね、牧連さんとかいろんな方がいる中に阿南尊者という方が、アーナンダという方がいます。その方に、入場される一番最後にね、もうこの世を去るという瞬前に阿南尊者に残した言葉が、お釈迦様の言葉があるんですね。これは自灯明という言葉で、まあ、中国に渡って日本に来る時に、まあ、自灯明という言葉で、簡略化されて集約されて伝わっているわけですけど、これはどういう意味かというと、自分を照らす灯明なんですね。で、実際にはどういうことをおっしゃったかというと、他者をに依存せず、ね、法というのは真理、あるいは修行法を含めた真理ということですね。法と自分、ね、自己をよりどころとして生きなさい。
他者に依存せず法と自分をよりどころとして生きなさいという言葉が残されたんです。それを最後におっしゃった言葉だとされています。でそれを自灯明という言葉に集約して伝えられているわけですね。でそれについてお坊さんあるいは仏教学者が解説しているものがありますけれども、まあいろいろ解釈はまちまちですよ ね。で結局ね分かってないわけですよ。これはね自分を信じなさいということなんだって言って誠師匠に説いてる人多いんです ね。他者に依存せず他者にね他人に依存せず法と自分を拠り所として生きなさいという言葉なんで、これは自分を信じることだよというふうにもうその字面でもう単純にそのように解釈してる人が多いんですね。自分を信じれるか、仏教では無我と言ってるわけですよ。我っていうのはまあ自分の自我も含めて実体はないんですよと言ってるのに、自分を信じなさいって言うわけないでしょ。論理的な矛盾じゃないですか。でじゃあどういう意味か、それはね自分をよりどころとするのは自分の中を見つめて自分の意識を深いところにこれがあるわけですね。前から図で書かせていただいているようにこの図で言うと深いところにこの妄想念があるわけですね。無意識のレベル、ね、その真理に基づき、そして修行法ですね、修行方法基づいてそれをよりどころとして生きなさい。他者っていうのはね、これを信じたら下脱できますよとか、これを念仏したら できますよとかっていう、そういうふうにそのなんか人が言うことにね、人に依存して何かに頼って下脱できるもんじゃありませんよと。だから自分の中のこの意識を見ていくことなんですよというのはね、仏教で大事な実践項目に、があるんですよ。お釈迦さんが今言ったように信仰を教えたわけじゃなくて、仏道や経典を唱えるということはありませんでしたので、三学ということをおっしゃってるわけですね。で三学とは何かというとこの3つなんです。戒定慧と言います。で戒定慧というのはこれは戒律の戒ですね。で定というのはこれは瞑想のことですね。でこれはまさしく慧というのは古い字ですね。この知恵の慧というのはこの古い知恵のことを意味しています。でこの3つの修行をしなさいということをお釈迦様はおっしゃって、それを自分の十大律をはじめとした、まあ、上座部といわれるね、一般の人じゃなくて出家修行者にこれを与えていたわけですよ。やらせていたわけですね。で戒律はたくさんありました。だけど、これをもうちょっと現代的に、まあ、ちょっと解釈をするとですね、まあ、戒律もね、男性はビクっていう、ビクっていうのは男性の出家修行者、ビクニっていうのは余ってね、ビクニっていうのは女性の出家修行者だったんですけど、戒律は250戒律だったんです。女性は500戒律だったんですね。女性の方が倍あったんです。女性の方がね、ちょっとねこの世界に対する執着が強いから、うんね、で、それをね、例えば12時過ぎたら飲食をしちゃいけませんとかあるんだけれども、そんなの守ったって下脱できませんよ、ね、戒律をただただ守ってたって全然下脱に至りませんよね。戒律を守るってことは下脱に至るための修行をする、心の安定を確保するために必要なものですよ、ね、それだけのことですよ。だから出家するっていうのもいろんな誘惑に、心がね、囚われないようにするために出家してるだけのことであって、出家したから下脱できるわけじゃないですよね。で今で言うとね、前にも説明したと思いますけど、神秘の三合というのがありますね。これを三合という、カルマを生み出す3つの要素、神秘というの、この神は行動ですね、行動、言動、行為、そして、まあ、口っていうのはこれは言葉、もちろん発する言葉、自分が内側で使う言葉、思考が言葉になって現れます。あるいは思考は言葉によって行われます。そういう言葉を気をつけましょう。行動を気をつけましょう。心を正していきましょう、ね、意っていうのはまあ感情であり心の持ち方ですね。これによって、これが誤りによって、カルマが生まれるんだというふうにされています。まあ、まさしくそうだよね。人間の、カルマはこの辺で生み出されます。
は思考、そして心、感情ですね。これで成り立ってますから。そして、情というのはこれはまさしく瞑想です。ここで言うなら三極動態の状態で瞑想するんですよ。空の瞑想ですね。空気を使う。特に空になります。そして、知恵。まあこれは、まあ、正しい思考って考えたらいいと思いますね。前にも説明したんですけれども、人間の思考領域、そして感情領域、そしてエネルギーの領域と、そして肉体と、こういうふうな構造があるんですけど、このように説明したとおりですけれども、その思考の肉体に反映する思考の領域の影響力 50%、そして感情領域が 25%、そしてエネルギー体が 25% とされているんですね、視覚学部において。ですから、考え方の誤りというのは非常に大きな力を。私の意識状態の話で言うと、信念体系や価値体系に誤りが、そして論理に飛躍があったり、ものを考えるの正しい思考がなされていない。なんでそんなことが言えるのって、ずっと追求していくと、全然根拠がはっきりしないような、でも、こじつけたようなところから思考が始まっている場合もありますよね。それから、ずっと話聞いていると、途中からなんか論理が歪んでしまって、ちょっとそれおかしいんじゃない、そうやってここからなんでこういうような考え方が出てくるのっていうの場合もありますよ ね。だからよくそういう論理を終えない人はよく騙されるんです。なんかずっとこうなっちゃう、だからこうでこう、そういう気がしてきたというふうに騙される ね。だから、それはどっかで論理すり替えてるのに気がつかないんだよね。だからここがなんでこうなるのかっていう、ここ飛躍してるでしょとか、横にそれてるでしょとかある。だから自分が物を考えるときでも、正しい根拠に基づいて、ね、正確な論理の道をまっすぐたどって考えていけば、誤りがない結論は出ますよね。考えるべきことに関してですよ。そういうふうに、これを三学という形で解除へという、その修行を教えられただけなんですよ。それで、やはり、これは、瞑想をし、そして、この瞑想の中でもこの前も申しましたけれど、士官という形でね、もう南伝仏教、スリランカとか、あるいはタイとか、そういうところに上座部のお釈迦さんの直弟子たちに授けられていた瞑想法が、かなり純粋な形でまだ受け継がれていますね。それがヴィパッサナという瞑想で日本にも伝えられていますけれども、この観見る、これが、自己凝視のことですね。現代的に言うとですね、自己凝視、そして自分の思考、感情、イメージ、そういった自分の内なる営みをことごとく自分が自覚的に生きる、自覚、していくということが神ということですよね。そうすると、誤った、真悔もそこから発生しにくいでしょう。そしてまた、正しい思考ということもできるようになってくると思いますよね。で、瞑想するときは、これ自体も全生活瞑想といったりですね、これはね。瞑想を1日1時間やってるんです。すごいですねって言ったって、1時間であと23時間、いい加減な、ね、過ごし方では何にもならないんですよ。生活してる時間の方が長いですから。だから全生活瞑想というのは、瞑想状態というのはこういう観の立場で、自分の自己凝視、思考、感情、イメージ、自分がやろうとしていることの自分の中にある真の意図、目的意識、いろんなことがちゃんと自覚されてて、無意識のうちに言動行為をやってるんではなくて、ちゃんと意識してるということですよね。で、ちゃんと座って、あるいは立つでも横になるでもいいですけれども、ちゃんと空の瞑想をして、空の瞑想をしているときは、まさしく肉体自我を離れた、この魂に起立した状態ですのでね、空っていうのはもうここが消えてるわけですから、前に言ったように、ここを突き破って、シュッとここへ戻ってる状態。この状態をずっと自分が瞑想の時に感じている、思考も感情も浮かんでこない、例えば身体意識が書き消えてしまって、この宇宙空間、あるいは存在と一体化するとか、そういう感覚が出て、それが本来の存在感なんですけども、さっき言ったように個っていうのはどんどん分離ということで他者との差別化をしようとする、実は違うんです。どんどん上に行けば行くほど全てのものと一体になっているわけですからね。
だからそれが本来の存在感なんだけれども、そういうものがなくなっているから、それが人と人の対立、あるいは国家と国家の対立にまでつながっていくわけですよ、肉体的な延長がね。だからこの魂に起立した状態を維持する、そしてそれを自分の中にどんどん定着させて深めていくということを、この三極動態による空の瞑想によってね、やっていくんですよ。これですよね、大変なことはね。これをお釈迦様が伝えられたことであって、ね、100年も後に経典は作られて、それを経典というのは拝むもんじゃないでしょう。あれは理解し、そしてそれを実践することでしょう。教科書みたいなものだと思うんですけどね。マントラというのは唱えるものなんです。マントラというのは、西洋で言うなら呪文のようなものです、ね、あるいは日本で言うなら、ノリトのようなものですけれども、それとは違いますから、ね、経典というのはね、書かれているのはやっぱりどういう修行をするのか、あるいは真理というのはどういうふうにして到達する、どういうふうな、世界はどういうふうになっているのか、全てが諸法開口なんですよとかね、そういうことを学ぶものですよね。でそういうことはだからお釈迦様の時代にはありませんでしたよね。まあ、そういうことで、まあ、この肉体自我を主体にした生き方がいかに虚しく、肉体を去るときには単に所有したものを手放していかざるを得ないだけの一生で終わってしまいますよ。せっかく与えられている貴重なこの肉体を持った状態というのは、これは魂に目覚めるための修行の場、あるいは道具、そういうものとしてここはあるわけですし、それで、この霊主体重というものを体現したときには、本当の生き方が初めてできるということでしょ。調和的な世界の全て地上天国の実現、小動病死、まあ、死ぬことを免れることはないかもしれません。だけどあらゆる人間の同士の対立、敵対して傷つけ合うことはやむでしょう。そして、病にかかることもほとんどありません。自然界においては動物は病気になりません。天寿を全うしますよね。人間に飼われていろんなものを食べさせられて、それで癌になったりする犬猫はいますけど、自然界においてはやっぱり天寿を全うするでしょう。それはやっぱりそういう業相念とか圧力とか争いとかストレスとか、そういうものは生じないからですよね。だからそういう調和的な世界、助け合う世界、そういうものが実現するためには、ここでの努力や、ここで政治的なんて、まあ、そういうのはそれはそれで必要でしょうけど、ここでいくら言ったってここにあって、それで突き動かしてるのはこういう感情の満足とかね、国民感情が納得しないからとかいう言葉を使って感情を何とかさせようとしてるわけですからね。ただで感情ってのはいい加減なもんでしょ。利害損得でしょ。それじゃ困る、損するようなことはしたくない。つまり人のためだったらちょっとはね、あの江戸のなんか文化の本が出てるよね。ね、江戸好きでしょ。というのは江戸のね、あの文化っていうのは人々の生活習慣とか、なんかこの前もちょっと聞いたんだけど、江戸でおいては例えばちょっと損してくれるか、あ、いいよって人が集まるとね、誰々がちょっと病気で困ってる、あいつも貧乏だからちょっとみんな損してくれる、いいよ持ってるものね、お金出したりして助け合う、で損するって言い方したらしいんだけど、損を喜んでしたっていうんだね。喜んで損っていうのは人のためになるんだっていうね。まあだからそういう意識っていうのはね、日本にもともとあったわけですから、ね、でそういうね、ここの世界での追求はもうとにかく混沌とした世界、混沌とした破滅へ向かうしかないわけですからね。利害損得駆け引き、いろんなものがあるわけでしょ、ここには。で結局背景にあるのは自分あるいは自国のその利益を守ろう、それを得ようとするっていう魂胆が必ずその根底にあったりするわけだよね、言ってることもね、それじゃしょうがないですよ。もう裏の世界とか裏の裏の世界とかいろんな話を聞くわけだけど、そういうものはいらないでしょ。一元の世界にならないといけませんよ。世界を
動かしてるとか支配してるとか、あんなもの組織もそんなやからもいらない。もう一元の世界で裏も表もない世界にしないと、これがあるから裏ができちゃうんだよね。表と裏っていうね。だから表と裏、権限した世界ね。そしてこの見えざる世界、こういうのがここにこんなものがあるからできてしまう。これが明暗ということになるし、ね、あの善と悪ということにもつながっていくしという、まあ二項対立構造とかこうやってここで出てくる。で人間もここで、まあ、もちろん葛藤もするわけだと思いますけどね。まあ、ということで、あの一番大事な基本に踏まえておかなければいけない、まあ、総復習を含めて、あの今年の初めにですね、ちょっとお話を、まあ、ちょっとまた記述と違ったか、あの説明させていただいて、まあ、明快だと思います。我々やってることです。でそういうことで、私たちも今年はさらに自分の意識を高めて、そして心神合一、心神、まあこういう書き方をしたりいろいろしますよね。心神として心が一体、霊主体重、そういう心神合一の本来の究極の我々の生まれてきた目的を達成する年にしたいと思います。皆さんでしょうね。ということで、ちょっと時間もしましたので、終わります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。